島村、これから海を混沌するような毒魚を一匹。ねえ、女も家畜のような面しやがって。ん、何を読んでいるのだ。読めない、バカ野郎、何したんだ貴様、ちょっと貸してみろ。そりゃ国訴状か。ああ、なんだ、朝から想像しいな。ラブレター、そんなことでいちいち騒ぐな。罰ゲームに決まってるだろう。サイコメトリー、そんなバカな、信じられん。こんなの何かだ。で、もう返事したのか。どうすんだよ。いや、まだしてねえけど。まあ断るけどね。俺らボンキュボンのナイスバディ。土下座していますよ。席入れてもらうんだよ。こんな奇跡二度とねえぞ。じゃあとりあえず名前やめちまえ。どっちだよ。なめんじゃねえぞ。てめえ、一人だったりデートしたり、二人で愛を育むんだよ。そんな日々を過ごしてのあれ、手つなぐんだよ。いませんな。まだそこだったんだ。あー、やっぱ言えねえ。もらったって。今間違えて粘土を釣ってたとしよう。粘土に女。これ違うんじゃない。好きとか付き合ってとか書いてあるけど、よく読んでみるとこれ部活の勧誘じゃないかな。私は粘土を勉強してる姿が大好きです。甲子園まで付き合ってください。入部マキシーコ。じゃあ他の子も順番にね、自己紹介してもらっちゃおうかな。そこの女。アマリリスって言います。ごめんなさい、男の人の前だと緊張しちゃって。私みたいな子が選抜会とか、どうしよう、すごい恥ずかしい。とにかく頑張ります。凄まじいな、変わり身が。プロだ。はい、どこけ。次。私の名はコハじゃない、コハクです。戦闘ならばまかじゃなくて、めっぽう元気なのは鳥やとりは言われます。よろしくです。どっちだろう。ここコハクちゃん、ボロがボロが。あり、合格。ほや、最後の君、あ、自己紹介よろしくね。僕はギの銀ちゃんつんだぜ。会社のかけらもないんだぜ。選ばれないように必死。僕っ子ね、小柄なのに必死に強がってる感いいね。はい、合格。とっとと立ち上がる。気絶しちゃってるんだよ。え？新しい村長、巫女様の夫となる者は御前試合優勝者、千空。ともかく俺がルリと結婚すりゃ村丸ごとゲットできんだな。じゃあするわ。千空が結婚したんだよ。酒だ、酒よこしやがる言い方。とんでもなくアレな人に聞こえちゃってるぞい。ルリね。ルリ。大丈夫です。今日はこれから皆で夜通し飲み明かす婚礼の儀。はあ、そっか。じゃあ離婚。むちゃくちゃすぎる男だ。お見事なカバーだったな。二人ともいいバディ関係ね。